え、あと30分でここを出ないと間に合わない。やばい。さすがにでも30分ではできるよこれ。1個ワンパネルオンリー。9枚できないですねこれ時間内に。うん、なんか無理な気がする。いやこれ結構意外といろんな色が入ってた方が早くできる説ある。なんか同じ色いっぱいだとなんか分かんなくなっちゃうから、どこに何があるのか。はい、赤できた。明るい赤できました。じゃあ次はこの暗い赤にしようかな。これ茶色みたいな赤にします。なんでしょうねこの埋めていく楽しさ。あ、もう一個の赤入りました。はい、こんな感じです。さあいよいよ、もうこれ半分以上埋まってる気がするね。ほんと、あとこれが 1,2,3,4 手をつけてないのが5枚もあると思ったら恐ろしい話ですよ。いや本当にね、こういう作業楽しいからいつまででもできるんですけど、今日はいかんせんタイムリミットがあるという。これを入れちゃっていいのかな。入れちゃっていいね。これね意外とね、なんだろう、周りを詰めてても間全然スンって入る。うん、やっぱ青じゃなくて黒入れちゃった。あ、便利だわヘラ。絶対やった方がいい。ヘラいります？間違ってない今んとこ。あ、でもすごいできてる。なんで？あ、喋ってないからだ。ずる、ずるじゃん。あ、青ができました。ここ眉間にだんだんこうシワがね寄ってきたよ。ここギュって。じゃあまあちょっとあとは細かい色なんで入れちゃいますね。やりたい企画か。なんか検定受けるとか、漢検とかさ、英検とか、そういいと思いませんか。一番と言いたいのは卓研。いや物件好きだからね、もっと詳しくあったらなんか楽しいだろうなと思って。でも卓研ってめっちゃむずいんですよね確かね。1,2,3,4,1,2。あ、オレンジか。ん？あれ？埋まる。埋まりますこれ。うん、埋まりますよこれ。できたー、じゃーん。おー、多分これが目ですね。目の、この中央のこの部分、ここいうことです。わかる？ここ、そう、すごい、できたできた、イエーイ。え、まあまあまあ、こっからじゃあ無言でやりますよ私。やるしかないんだ。 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7。 いやでも本当にね、この夏はね、免許持っててよかったなって思うこと多いですよね。暑いしね、密も避けられるしいいなって思うんですけど、なんか乗るたびにやっぱ自分の車あったらいいなって思うけど、維持費も大変だし駐車場も高いし、自分の車買うとしたら迷ってて軽が楽だなって思うんですよ。あと軽専用みたいなのもあるじゃないですか。そうなると選択肢が広がるでしょ。なんかわ、駐車場いっぱいだけど軽なら空いてるみたいな、
それもいいなと思うんですけど、でもやっぱりこう乗り心地とか高速乗ってる時とかよね、やっぱ軽じゃない方がいいなって思う時とかあるし、それは迷うよね。でも免許取り立ての時ね、パーフェクトウーマンで大きい車乗りましたけど、あれ結構無茶ですよね今思えばよく乗らせたなって思うんですけどあと何分ですか？あと10分です。あと10分か。やっぱ間喋ってたらできないよこれ。でも焦ってミスるのも怖いですかねこれね。123456712345671234561234561234567パズルはいつか終わる。パズルは正解がある。どうして僕の人生には正解がないんだろう。これじゃあどうやって生きたらいいかわかんないよ。123456712345671212。はい、ということでお送りしてきましたあゆみのパーフェクトウーマン、いい女は流行りの巣ごもりグッズを試す女ということでね、はめてきたんですけれども、見事時間内に完成することはできませんでしたはい、なので、次回までにというか、引き続き制作は行っていきますので、完成形は皆様にお届けできるかと思うんですけれども、今日のところはねちょっと置いといてという感じで、今できてるものだけでもせっかくなんでつなげたいと思います。よいしょ。すごいすごい。はい、ということで現状こんな感じでございます。イエーイ。でもほぼほぼねいけてますね。うん、これが本当はもうこうなるらしいので、はい、楽しみに、しててください。はい、ということで今回はこんな感じで、レゴを楽しみました。皆さんもよかったら試してみてくださいね。ということであゆみのパーフェクトウーマン、今回はこれまでです。また、次回以降もですね、素敵な女になるために頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは次の現場へ行ってきます。